はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はギブソンジュニアを使っていきましょうということで、ギブソンジュニアですね、テーブル的に暁大付属と相性がいいと思いますので、ここは暁大付属でやっていきます。じゃあデッキの方を見ていきましょう。で今回ね、暁大付属なので、暁大付属鉄板兄弟を、入れてますと。で、ギブソンジュニアですね、金徳が広角砲になりまして、であとチーちゃん金徳がアンダ製造機になりまして、で、ライチが金徳アーティストという形で、ファーストを作ります。なのでアンダ製造機アーティスト広角砲持ちの、ファーストを作りたいなということなんですけれども、この3キャラがね、全員金徳不確定なんですよ。なので、まあ、ライチはね高めとはいえ、ちーちゃんとねギブソンジュニアの成功率どうなんだろうね。ちょっと1回しか使ったことなくて、最初使った時には失敗しましたチャレンジ用のね、ギブソンジュニアを使ってどうのこうのっていうチャレンジがあったと思うんですけども、そこでギブソンジュニアをお借りして、まあ、使ってはみたんですけれども、普通に失敗して、まあ、ただ失敗しても一応広角打法のコツを3でくれるんで、まあ悪くはないという印象はありますけれども。であと小村ちゃんはちょっと敏捷ポイントも稼ぎたいというところで、入れてます。じゃあギブソンジュニアですね、ちょっと細かく見ていきますと、まずテーブルで、テーブルはコツ系のテーブルですね。でコツ系のテーブルなんですけれども、新しい方のコツ系のテーブルなんで、通常時でタックが 70% で、まあ、基礎コツがあって、コツイベント率アップ 40% の、基礎ボーナスがつくというような、まあ、結構使いやすいテーブルだとは思います。で、スペシャルタックボーナス 70% で、パワーコツがありますね、ギブソンジュニアに関しては。でパワーコツはもうギブソンジュニアしか、サクスペの今のところでは持ってないキャラになりますので、まあ、非常に貴重な、キャラクターですね。で、そこに固有ボーナスが乗りますので、タックは90で、やる気効果アップが 50% でいいのかな。で、基礎ボーナス6というところになりますので、もう本当にテーブル的には非常に優秀なキャラクターだと思います。でさらにコツですね。でコツの方も、まあ、ちょっと金徳系を開骨でいきますと、アベレージヒッターと、パワーヒッター、広角打法、粘り打ち、満塁男、さよなら男とで余計な、コツはついてないので、これのみになりますね。まあ、コツの内容もねすげえ優秀だと思います。まあ、満塁男とかねさよなら男っていうのもかなり貴重なんでね。でそこにアベレージヒッター、パワーヒッター、広角打法が取れるというようなところにはなってるんですけれども、まあ、ギブソンジュニア自体があんまりねコツをくれる人じゃないんで、まあ、全部回収しようとするとやっぱりちょっとかぶせていった方がいいかなと、思います。でそうするとライチですね、ライチの方が、まあ、パワーヒッター、広角打法、粘り打ちというところを持っているのと、まあ、ちーちゃんに関してもアベレージヒッターと粘り打ちがかぶってて、四条も粘り打ち持ってたよねというようなところで、まあ、ある程度、コツの回収率を上げていけるような編成にもなってます。じゃあやっていきましょう。早速コツがありますね。おお、ギブソンジュニアいいね。これはもうギブソンジュニア次コツを掴んじゃおう。あ、ここもね悪くはないんだけどね、スミカちゃんがいて精神っていうのは。まずはギブソンジュニアと練習しますか、せっかくなんで。おお、コツ満塁男。満塁男はな、ただ潰せないよね最初の練習だけだと。ここら辺がねかぶってくるとちょっと悲しいんだよね。またコツが来てるな、一応見ておきますか。ちーちゃんか、ちーちゃんも踏んでおきたいんだよね、外野だから。一応満塁男見るだけ見よう。12、12、25 全部微妙に足りない。どうしようかな、ちょっと待ってね、追求したい気がするけど、ちーちゃんを早めに追求しておきたいんだよな。これはギブソンジュニアからなコツ取れたしな、ここも悪くないんだけどな初手が悪くない感じで来てるね。もうこれはちーちゃんと練習して、でコツを踏もう。能力をくれたんでコツを踏んでおきましょう。まあ、アベレージヒッターあたりだと嬉しい。粘り打ちはね、まあ、他の人も持ってるんで、ちーちゃんから欲しいかって言われるとそういうところでもないんで、粘り打ちまあそんなもんだよ。でここは余剰にしておきましょう。
で次は寝ないとまずいので一応精神を見て、まあ、余剰か、余剰まあすみかちゃんなんですけど余剰系がいなければ寝ましょう。坂彦くん彦坂くんか全然知らんやつだ。よしで、ギブソンジュニアの自己紹介と、あれギブソンジュニアってスイッチヒッターなんだ。あ、スペシャルブレンドここで来たか。これはどうしようかな。まあ安定的なむしろ多いにしておきますか。体力はねマックスなんで、まあでもここら辺でポイントを稼いで、またキルソンジュニア来てるね。さすがコツイベント率アップ。スミカちゃんにするか余剰を減らしていくか、まあ、余剰を先に倒そう。スミカちゃんはねあとコンボで評価とかも上げられるので、ちーちゃんの自己紹介と、まあ、ちーちゃんはねガイアっていうところがねいいですね。 OKOK、 おいいねいいね。そうこういうところでもスミカちゃん評価上がっていくんで多少は無視しても大丈夫かな。お守りを持ってきていれば。だからまずは余剰を倒しましょう。でこの体力量も微妙だけれどもコンボで体力が回復してくれるといいね。まあ早急骨はねそれほど必要ではないんですけどファーストなんで。まあただね体力回復の経験点も全然もらえるんで、いやいいですね本当に。早速さすがホモテ系のテーブルは早いね。ただ誰もね絡んでないんで、ここは打倒をやっぱり優先していきましょう。これはここだね。ナナイが何気に減ってるな。やっぱりね最初の方にねガイアのコツが来てくれるとすげえでかいですよね。ここは体力を回復しましょう。頑張れ阿部くんその分俺は休ませてもらうよ。ここも人がいっぱいいる。養生ギブソンジュニア養生単品か、養生単品か。ここだって5人いるもんね。ナナイがすげえ減ってるけど、まあただねギブソンジュニアのコツも来てるといえば来てるんだよな。評価も上げられるしな。どうしようかな。養生やっぱり倒そう先に。一応スミカちゃんの評価もそろそろ。あー危ねえ危ねえ危ねえ。広角打法でよかった、潰してなかったわ。最近ちょっとこういうボンミスが多いからな気をつけないと。これはメンタルをやりましょう。なんか7位が早そうだな。勝負だ勝った。これもう7位1だよね7位最初に倒すとか1回もないんだけど。まあ余剰、あースミカちゃんか。まあ余剰は1だからな。ちょっとスミカちゃん上げられるときに1回上げておこう。追加よし、ありがとう。これで乗ったかな多分。おーいいねこういう体力回復イベントも結構多いんで、しかも二宮いいところに来てくれた。でこれもスミカちゃんは絶対だね、大丈夫で。ホムラちゃんのイベントも1回目が終わって、今回の編成はねイベント数的には多くないんで、まあ感想に関してはね全然できると思います。で体当たりも掴んで、あとは余剰、余剰余剰だね。いいね、フィニッシュ。評価が40とかねめちゃくちゃ上がるよね。まあただ打倒しないと
タックが組めないっていう欠点はありますけど、まあ、ヨジオに関してはね速攻で倒すんで。で告白も来ましたと。まあ、今回はねお守り持ってきてますけど、ちょっと待ってこれか。久々にスミカちゃんを使うと選択肢がねヒートアップしてきたヒートアップくんないかな。よしよしよし、タイミング的にもすげえ良かったな。で一ノ瀬三本松か。もう次はやっぱりね六本木なんだよね。まあ、二宮と六本木を下げつつ来たいけど、七井が倒せるかどうしようかな。二宮にしておくか。七井は三本松がめちゃくちゃ上がるけど、早めに倒しておけば大丈夫かな。ここら辺がちょっと悩むねやっぱり。でコンボと。これはどうしよっかな。まあ、こっそりついていって盗塁のコツをもらいますか。余剰がね盗塁コツがあるんで一応潰せるような感じにしておきましょう。クレープを食うと太る。うん、それはよくわかるで余剰の金徳ですね。まあ、余剰の金徳についてはもう失敗するものと覚悟して能力は上げないでおきましょう。精神的支柱もね正直そんな別にいっぱいいらないからねチームメイト内に。いないね。六本木下げていこう。まあ八島も結構多いんで。で余剰の通常イベントか。まあ、これも無難にいきましょう。これはパソコンはあれなのかな、自前のパソコンなのかな、持ち込んでるっていう感じですかね。余剰はライチのコツ、これコツをつかめば多分タックに乗ると思うけど、まあここだな。まあ、監督もいつつ二宮もいつつ六本木もいつつ三本松もいつつっていう下げたい人たちがいっぱいいたから。で体力が一応マックスになったなちょっとだけもったいなかったけど。で小村ちゃんのイベントが終わりましたね。でここでチャンスももらえるんで、あとはコツでチャンスを1回掴んでおけば全然 OK と。ギブソンジュニアがまだ評価乗ってないね。まあ、そこはしょうがないか。六本木と一ノ瀬を下げていきましょう。マラソン前にやっぱり六本木は倒したい。だいぶ楽になるからね。テレビも普通に見てるけど、テレビもあるんだね部室に。ここはちーちゃんコツがあるけど、まあ、六本木を減らしていこう。他の人たちもねやっぱり並行して減らしていかないと練習が偏った時とかにね練習できないんで。あとこれ、まあよしよしよし、これはしょうがないよ本当に。サボり癖にならないだけマシだよ。やる気がね2段階下がるけどね。まあ、とりあえず体力のね回復にはなったから。7位どうしようかな。ここはじゃあ二宮を減らしておくか。他のピッチャー陣も2ずつ減らせられるんで。やる気がせめてもう1段階あればな。で碇くんも減ってきて、おいいねやるキャップ。で12月の2週、メンタルを練習して12月の3週で普通に練習したいんだよね。ただただただここも悪くないね。
ギブソンジュニアの評価もちょっと上げとかないとまずいか。まあ最悪次は精神でもしょうがないかな。ちーちゃんの打撃術、一応ミートを上げておきますか。ギブソンジュニアもね、一応ミート依存みたいなんで、ちょっとミート上げておきましょう。1月のね、一ノ瀬との勝負もあるんで、C までは上げておくか。で、一応タック見るだけ見よう。メンタル。やっちゃおうか。次で回復するけど、まあ、体力はマックスにしておきましょう。雲行きが怪しい失敗したで、やる気を上げてくれれば全く問題はない。てかこいつさ、クリスマスさ何も用意してなかったのかマジクソキャラだな。ムード丸と、ムード丸、まあ、一応他の小村ちゃんとかのコツが来るまでは置いておきましょう。まあ、ここはタックはないけど、やっぱり六本木を倒しておきましょう。で、二宮も次で倒せるんで、で、一ノ瀬を倒せば、だいぶまた、はかどってるね。後の方がね、結構よ、詰まるんでね。ここはビフ的にかけよう。ビフ的誰か持ってないか。バナナか、悪くないっていうかさ、なんでさバナナとかさビフ的を持ってるんだよって感じだよね。バナナはね、なんかそのなんていうの、栄養素的にはかなりいいみたいだけどね。だ、イキチ、中吉。ほかほかほか、二宮七位、二宮七位か。まあ悪くはないかな。三本松が四か、ちょっと三本松がすげえ後になりそうだけど、一ノ瀬はぶっ倒して減らせられれば大丈夫でしょう。もういいや、倒せるときに二人倒しちゃおう。ソウルに関してはね、小村ちゃんがいるんで全然レベルが上がっても大丈夫ですね。で、7位だと確かヤシマも上がったっけ。ついでにまず全1上がって、三本松上がって、ヤシマも上がって、まあ一の血が下がって、怒りも下がって、試験を受けると、で一の瀬をぶっ倒せば全員2位下がるんで、ここら辺のね、やっぱり上がってくるイベントが結構きついんだよね。もう一ノ瀬に関してはとりあえずぶっ倒すことが目標と。今のダメ、ちょっと待ってある程度パワーもいいくらいに上げといた方が良かったかな。次失敗したらバントに切り替えよう。ちょっとまず10点取る、絶対10点取る、これを最優先だな。はい、 OK ほんとこすいよなこいつ。よし、弾道は今1なんだっけ。ここら辺ももうちょっと能力を整えておいた方が良かったね。で、1月の2週どうしようかな。 8% かで、3本松がちょっときついね。やっぱりスミカちゃんがいて、3週はやっぱり寝たいんで、ここはちょっと 5% だけどいきましょう。3本松をやっぱり下げたいんで。おお、ラブパワー、ギブソンジュニアの金徳ですね。まあ、ここは選択肢があるんで、そっち行ったぞーと。
ソーリーボーイ。で、地獄マラソン前なんで、ここはデートで回復しておきましょう。で、スミカちゃんはね、本当にカラデートがないっていうところが優秀ですよね。で、もともとなんだっけ、ビビちゃんもカラデートがなかったんですけど、なんか修正が入ってカラデートがありになったのかな。そういうのはねちょっと微妙ですよね。なんでそういうことすんのっていう。さて、最初はもう突っ飛ばしましょう。40下がったけど回復していいね。でまた飛ばしましょう。これは1位狙えるんじゃないか。上りちょっとこれは少し飛ばすと、あれ次少し飛ばすときつい。すごい上り、これ抑え気味に走ろう。これでも1位じゃない、全部上り系だったからね。よし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 、ありがとう。パワーが上がった、上げとけよかったパワー。で、ちょっとミート B まで上げとこう。あ、でも弾道は2だったのか。で、パワーも一応 D まで上げておきましょうか。臨床も結構上げられるね。D までやって、で、なんとなく30にしておこう。若干ポイントの無駄にはなるかもしれないけど。で、補給はやっぱりエラーに関わってくるんで上げておいて、弾道も3にしておこう。さて、じゃあまた、打倒に励みましょう。一ノ瀬だな、筋力だし。で、五十嵐を倒すと3本松下がったよね確か。だから五十嵐3本松メインで打倒ポイントを減らしていきましょう。で、例によって最後は怒りと、リラックスしよう。頼むぞ、これマジ頼むぞ。スカッ失敗しやがった、これきついな。まあとりあえずイベント的には悪くはないけど、ここら辺のね金徳を失敗されるとほんと厳しいよね。どうしようかな。つくもが倒せるけど、いかなしか。ちょっとヤシマを下げておこう。多少平均的に下げておかないと倍化するときにね調整がまた難しくなるから。これどうなのもう一回やろうか。もう一回やるバレンタインがあるからね、バレンタインがあるから。よーし、で2回目ですね。で、ギブソンジュニアは体力減るっけ、確か減らない気がするんだよね。で、まあラブパワーはなくなっちゃいましたけど、バレンタインを迎えると。いやー、ここほんとねちーちゃん失敗したのが痛いな。メンタルにいるね五十嵐が倒せるか。で、3本松今何人、1、2、3、4、5ってことは、まあいいでしょう。ちょっと待ってね、コツ的なものとしては広角は取っちゃおう、粘りも取りましょう。体当たり満塁男、ムード一応残しとくまだこんなもんでいいかな。打倒で、本当に今度は3本松を減らしておかないと厳しいんで。まあここで2減ってくれたのはでかいけど、ギブソンジュニアはサードだったよね確か。ファーストがな、もう1打倒ポイント減らせられればすげえ成功した。なんだろうね、別に成功するときはやっぱ成功するんだね。どっちかっていうと精神的支柱よりアンダ製造機をな成功してもらいたかったんだけどな。
つくもが倒せるか。つくもを倒すと残り3人になるのか。それはちょっときついから、ここら辺でちょっとやっぱり調整に入らないといけないから、これいいなっていうところでもね、やっぱ邪魔者がいたりするんでね。まあ、怒りは2でもいいでしょう。ヤシマを2にしておこう。ギブソンジュニアのコツもあるんで、回復しつつ打倒ポイントを減らしてコツを取っていくと。やっぱり練習だねギブソンジュニアは練習だね。頼むぞマジで。おお、オーケーオーケー。これ失敗するとねゲッツーなんで、カーンって打てれば OK ですね。で広角砲、広角打法はコツをつかんであるんで、一応ここ見ましょう。イカリくん、どうするよ。3月の1週か、体力マックスか。追求でなんか取っておきたい気もするんだよね。パワーヒッターだよねやっぱり欲しいのは。広角砲高っマジ高で、そうするとさよなら男を直取りしておく。でそうすればアベレージヒッターかパワーヒッターになるわけでしょ。粘りは取ったから、そうだよね。ただな、小村ちゃんか。小村ちゃんってファーストだっけ。小村ちゃんの守備位置が分からん。あ、ファーストだね。これ、ホムラちゃんのコツにして、ホムラちゃんを追求しておくか。あ、しまった、しまった、しまった。ヘッスラとか、潰してない。意外性、危ない、危ない。いや、マジでミスるわ。まあ、怒りはね、もう減ってるし、ナナイもね、倒してあるし。3月2週で、ここはもう安定の五十嵐でいいでしょう。体力的には全く問題ないけどね。デートが詰まってるね。デートがまだ1回だからね。一応コツは見ましょう。この2人を倒してもな、微妙だからな。3本末減らしたいから1回追求をかけましょう。ちょっと待って、追求をかけるんだけど絶対取っておかないといけないのは意外性取るでしょ、ヘッスラ取るでしょ、ムード取るか。そうするともうよし、これで追求かけましょう。固め打ち、よし。固め打ちはねスミカちゃんの金徳の骸骨なんで、で忘れないうちに掴む。やっぱりね忘れないうちに掴むっていうのがいいねで、ライチのコツがあるか。ヤシマが倒せるけど、ヤシマを倒すと結構きつくなるからな。ここはライチコツでいくか。コツをくれよライチっていうところなんだよね。よし、パワーヒットありがたい。うん、ここで体力を削られるのもちょっと痛いかな。メンタルには誰もいない。守るとつくも仲良しだな。ここは3本松を下げておこう。で次は一応精神を見てデートだね。でまた打倒に集中できるかな。そうすると一応精神を見て誰もいないもうここは完全デートだね。やっぱりここのね調整期間がねちょっと時間取られるんですよね。その2倍になる一歩手前のところ。まああとはそのどれだけ追求できたかっていうのも結構関わってくるんで、これねライチ失敗されるとすげえ困るんだけど、まあ、アンダ製造機はしょうがないとして、広角砲がつかめたんで
一応パヒタ取っとく、残しとくか。パワー C にはしておこう。アーチスト広角砲持ちにはしたいよね。そうすると三本松が倒せる、ヤシマも倒して、つくもも倒せる。これどうしようかな、なんかここら辺がわかんねえな。ヤシマを倒しておく。イカリはまあできれば最後に回しておきたい。ヤシマはねもう電光石火なんでマジいらない。でつくもも対左なんでちょっともう取りようがないと。そうするとやっぱりイカリくんだよな。ナナイはね一級入魂だったんで確かそれも悪くはないんだよね、金徳的には。おい失敗しやがった、マジか。ライチちょっと最近失敗率が多いな、マジですか。結構悲しいんだけど今ギブソンジュニアやっぱりコツは来るね。ギブソンジュニアコツは来るけどさ、それさどうしようかな。ちょっと今すげえへこんでるわ。ここな誰もいないからな、ただ打倒が。ただめちゃくちゃ敏捷ポイント稼げるね。5月中にある程度倒せれば問題ないか。いややろう。でさすがに追求はできないんで、さよなら男。いやー回収もね悪くないんだけどな。余剰か。つくも多いね。デートしよう。デートで確実に体力を回復して5月中にやっぱりつくもは倒しておかないと厳しいよな。ここは試合か、もうお任せしましょう。いやーなかなかにテンション下がるね。いややっぱりね不確定組っていうのは厳しいわ、なかなか厳しい。まあ確かにね1回のサクセスでねうまい具合にできるかって言われたらそれはなかなか虫のいい話なんだけど、何回かやらないとダメだねやっぱりこういう不確定組は。おお喧嘩しだした。もううまく十傑がまとめろよこういうのは。で三本松を倒しつつつくものあれを下げていきますか。で5月中につくもを倒して6月で怒りを倒すと、一応この計画でいきましょう。で試験は受けていこう。くそーもうめった打ちにしてやるぜ。パワーヒッターはないけど広角打法がある。そして碇くんのやる気がなさすぎる。まあ合格ラインは超えたのであとはどんどん打ってこう。この鬱憤を全て碇にぶつける。失敗すんじゃねえよ。あれ今の取れないだろう碇、絶対今の球そんなに打球反応いいかこいつこのさ試験になるとさやたらさピッチャーの打球反応良くなるよね。試合だったら絶対取れてないでしょうっていうのをさ投手ライナーにしてくるからな。40点いきたかったな、あのピッチャーライナー絶対取れてないのにな。まあでもねここで40ポイントも手に入るんで、でスミカちゃんがいるんで別に余剰の評価が下がるだけですと。
あ、コツがありつつつくもがいますね。ここはもうこれでいきましょう。でどうしようかな。5月の3週は追求しますか。追求して5月の4週にデートをして体力を回復させて、6月中にイカリを倒すと。ただイカリ打倒ポイントいくつ今 3?3 だね。ライチがいるのか。3か。逆境はとりあえず取っておきますか。逆境逆境さよならも取ろう。コカコンもう取っちゃおう。どうせだったら少し筋力が足りてないかな。ライチ的にあと取んなきゃいけないのは、まあ、初級とかもね別にいいんだけど、7位最後に倒してライチから初級コツをもらっておくっていうのもありといえばありだけど相当難しいよね。ここはいいや。ちょっとデートをして怒りのポイントを減らしておくことを最優先にするか。怒りがね2だったらねちょっと追求してもよかったんだけど、ちょっと3だと怖いからな。でここはうまくいけばコツがつかめると。ささやき破り、ささやき破りもねちょっと重いんでね。これはちょっと頼めばもう確実は確実なんだけどちょっと怖いな。まあ、体力がもったいなかったけど怖いんでやっぱり。で6月の1周お体力を回復してくれた、ありがたい。さあここから怒りへの打倒が始まる。まず余剰のコツがあるね。もらっとこう。で精神ポイントか精神もわりかしあるけどな。もうチャンス掴んでいいのか。そうかそうかそうか、暁大付属だからチャンスは2で掴んでいいんだ。で、まあ、追求する必要もないし、怒りが倒せる倒せるけどライチのコツがある。どうする。いや肩か肩かコツか。練習して、いや怖い怖い怖いやっぱり打倒が最優先だね。 OK。 でちょっと体力を回復してもらって、まあ、切り込み隊長はね全然直撮りできるレベルなんで、でライチがいるんでここはメンタルで回復しつつ、よしよしよし、練習は今は嬉しい。筋力ポイントが何気に足りない。でいいねいいねいいね、これはいいね。足りないところに来たね。ギブソンジュニア、そうだパワーコツだパワーコツをもらってない、しょうがない。コツもらう。あとアベレージヒッターか。アベレージヒッター直撮りはちょっと厳しいよな。ミートが B あるとはいえ、一応ちょっともう一回確認しよう。コツをパワーヒー降格、そうだな、だからパワーヒーは取ろう。150でしょ。150はちょっと厳しいよ。技術余ってるわけじゃないからね、そんなに。切り込み隊長で結局90持ってかれるからな。あ、ちょっと待って、キャンセルしちゃったよ。でここはギブソンジュニア追求しよう。一応コツ見て、ギブソンジュニアじゃなければ、あ、ギブソンジュニアいるわ。どうしようかな、かけよう。コツくれ、パワーコツ。お
このな基礎骨もね一気に5まで掴めるとすげえいいんだけど、2回掴まないといけないっていうところかな。まあでも3でもね全然いいんですけど、まあちょっとパワーも方も上げていきますか。でここはもうサクッといきましょう。ピッチャーじゃなくて野手なんでね、パワー、どうしようかな、一応 C で止めておくか。走力を上げていこう。どこまで行く ?B、いけるね。呼吸もちょっと、さすがにこれは欲しいからね。E にするやっぱり、なんか F っていうの怖いな。ファーストとはいえ。いやもう本当にね、養生失敗してよかったから他の人成功してほしかったよマジで。そこだけがな心残りだけど、心残りだけど編成的にはまあね成功してくれればかなりいい選手ができるっていうのは見えてきたからな。金徳が成功してくれればかなり強いけど、ただそうするとね今度別のとこが失敗したりするからね、コツが全然つかめんとかさいや広角砲直撮りかみたいな広角砲直撮りも無理でしょう。で、スミカちゃんのデートがまだ終わってないんだよね。そこもねちょっと懸念材料ではあるんだけど、ここは追求しよう。いいね筋力、よしパワーコツ掴んだんで、でスミカちゃんは空デートないからここ無理やりメンタルをやる必要はないんで終わらせておこう。もうあー待てよ、あーそうだな終わらせておこう。で技術が今度ちょっと足りなくなってきたかな、まあ、技術要因がね一応ちーちゃんだけだからね。まあ余剰がメンタルで多少の技術ポイントは稼げるとはいえ、いやいいねほんとスミカちゃんいいわ、もう暁大付属の女神だよ。そこからパワーをじゃあ上げていきましょう。A までいけるね。であと取りたいのはめった打ちも取ろう。いいね安いね。切り込み隊長はまあ後で取るとして精神的支柱も取ってこう。本部生還もまあ取れるっちゃ取れるから、あとはやっぱりね精神がね余っちゃうよね。ここはまあ競争陣とかそこら辺を取っていきますか。筋力余りそうだからラッキーセブンとかも取れそうだね。技術をあんまりね使わないやつがいいんだよね。逆境とかって取ったのか、そう取ったなちーちゃんからコツつかんだから逆境も直取りしてよかったな。ちょっと野手の暁大付属が久々だったんでそこら辺の精神ポイントの余り具合を把握できてなかったな。まあ、チャンス直撮りするのは厳しいからチャンスはホムラちゃんのイベントが終わったところで撮るとして、逆境は直撮りして大丈夫だな。投げました。アバタボール見送ってボール低め。アバタ君も久々だな。インハイへ変化球ボール、カウントは2ボール1ストライク。投げました。ちょっと待ってこれ行くか、パワーで無理やり持ってったな、危ねえ。パワー低かったらあれは行かなかったな。アブタボールとかどういう動きするんだよ。待て、よーし合格砲。なんでこんな点取られてんの。関の国に変わってるし。今日4打点を挙げています。変化球はアウトローへボール、カウンター2ボールのストライク。打ちました、まあ、めった打ち発動してるけどさ別に関の君からはさめった打ちしてないよね。あれホームランまだ、あ、打ったか打ったか、危ない危ない。一塁二塁という場面でコントロール G、 今日4打点を挙げています。危ない球。高校生だもんね。だって高校生でさ本当コントロール悪いとはいえあれだけの変化量を持ってれば優秀でしょう。
本当にこの世界のさ高校生のレベル高いよね。あ、そうかそうかそうか、イカリカだ。そういえばパワーヒッターもらおうと思えばもらえたね。どうしようかな。パワーか、一応技術も11もらえるっちゃもらえるんだよね。で甲子園3回練習したいから、まあ、ただ他に養生が来るかもしれないからな。ここは、まあ、普通に筋力をもらっておきますか。で二塁打を出せばアベレージヒッターなんだよね。ただホームラン打てばね経験点がねもらえるからね。全然しょぼかった。精神的支柱ってさ自分にも発動するんだ。コツ余剰、余剰か、盗塁を取っておきたい気もするけど目ぼしい練習もないんで。精神ポイントかマジ余るわ。タイミングによってはチャンス直取り OK か。あんまりホムラちゃんのイベントが進まなかったら精神ポイントも溜まってそうだからチャンス直取りもありだね。お待たせしました。赤月大付属先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で船津第2球投げた。ボールカウンター、スプリットで攻めてくるな。投球は3球目投げた。これはいい当たりだ。いったー、いった。おー、今回はよく点を取られる。先ほどツーランホームランを放っている船津。おお、ストライクか。第2球投げた。ストレートはもう際どい。カウントワンボールワンストライク。本当に際どいところを投げてくる。投げました。もっと優しくして。いったー。ど真ん中とかさ。赤月大付属リードで迎える5回です。今日2打席連続。そうそうそう、こういうボールよ。なぜこうも点を取られるんだ。ジャジンは初球を打ちました。取りました。これで、いやー怖かった。こういう試合でね点を稼いでおかないと。ここはもうメンタルだね。精神ポイントマジどうしようこれ。余りまくってんな。とりあえずよ、足を A にしておこう。ミートも A にしておく。ちょっと技術が不安だけど。精神ポイントのこの余り方が異常だな。そうするとな、走塁キャラをホムラちゃんじゃなくて別のキャラにしてもよかったかな。まあ、かといってね、高速デンスランと電光石火組は敏捷ポイントが激しすぎるからな。でも余剰の盗塁があるからヒントとかにしてもいいのかな。次ちょっと日野でやってみようかな。さあ先制のチャンスを迎えました。小村ちゃんを日野に変える。で第2球投げました。電光石火を取りに行く。第3球を投げた。打った。これは行かないか。人伸び足りないね。てか全然打ててないね。うおー、マジ際どい。いや、これも際どいよ。ちょっと厳しすぎるよ、銭形のとっつぁん。投げた。もうちょっと優しくしてくれ。投げた。これは、うわ、際どい、マジで。とっつぁん、マジかよ。おい、そういうさ、すげえ際どい球投げんの。やめてくれよ、本当に。結局、ホームラン1本。プラスヒット1本。
多少経験点を落としちゃったけど、ここはゼニガタにやられたな。で最後、おお、いいね。ちーちゃん技術も足りてなかったとこだし、そしてアベレージヒッターで騎馬か。騎馬はなんとかなるかな。そこまでブランクがあるわけじゃないんでそうやって舐めてるとね、本当にね、舐めくをしてるとねダメなんだよね。60使うのか。まあいや、でもアベレージヒッター欲しいからな。盗塁もちょっと1はせっかくだから取っとく。このあー、切り込み隊長か。切り込み隊長でだいぶまた技術を持ってかれるな。ささやき破りとか無理だな。ささやき破りはね、技術を大量に使うっていうところが厳しいんだよね。精神だけであればすげえいい特能だったんだけど。赤月大付属、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で宇夏、第2球投げました。え、これどう、おわー、いかないか。さあ追加点のチャンスを迎えました。爆速の重さだな。これはでも出るよね。第1打席はセンターフライに倒れています。投げました。ホークか。第3球を投げました。よしよしよし。やはり点を取られる赤月台。あれちょっとズレだな。カーソルが結構ズレた。投げました。外角低め見送ってストライク。早くも追い込まれています。投げました。外れた。ボール。カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた。打ちました。当たり少ない。そこまでホップしなかったか。やばい、結局抑え込まれてんな。キバにリードで迎える8回です。バッターは船津。しかしこれを打てば帳尻合わせだね。帳尻合わせ。88かちょっと足りなかったね。まあ全体的にね見れば良かったとは思うんですけど、こう要所要所がね失敗してるからね。そこがな、せめてな、ライチだよな。もうちーちゃんはしょうがなかったとしてもライチだよ本当に。今回の戦犯は、まあ1位にもなれましたと。あとはギブソンジュニアのね、合格法の成功率がどれくらいなのかっていうところですね。まだ2回しか使ってないんで今のところ 50% なんですよ全然当てにならないデータだけど。あ、そっか、ホムラちゃんくれるんだ。どうしようかな。次ホムラちゃんをちょっと日野に変えてやってみようかな。電光石火があれば能力的にはねかなりいいんで、7300。やっぱり赤月大付属はね俺かなり好きですね。まあ今ブレインマッスルもね出てやってはいるんです。ちょっとブレインマッスルまだ慣れないところがあって、そこまでね経験点が伸びないんですよね。まあ多分7000いくかいかないかっていうくらいなんで。で安定性だけの話でいくと俺は赤月大付属の方が、いいと思ってて、で爆発力に関してはやっぱりブレインマッスルがいいと思いますっていうようなところですかね、印象的には。でじゃあちょっと能力を揃えていきましょう。まずは金徳ですね。忘れずに、抑えておきたいんで、切り込み隊長取って、気迫ヘッド取って、ささやき破りはさすがに取れないから。で何気にパワーがあるね。総力もいけるか。ちょっと待って、そうすると総力をまず S にすると多分そうだよね、盗塁は無理だよな。あ、ちょっと待って、川下げちゃったよ。総力はちょっと下げて、盗塁を20までにして、電光石火いけるかな。これだけ敏捷ポイントが余ってれば日野くんに変えるんで。で怪我しにくさでも取る。筋力的な問題で内野安打、左じゃないしな。初球か。初球も結構ね精神使うんだよね。で初球に関してはかなりいい特殊能力なんで、ちょっと他の特殊能力を眺めつつ
眺めつつ、技術を使わないやつなんてないじゃん。高い高いいいね。それ考えると技術を使わないやつなんてないわ。もうブロックとかもな必要ないしね。やっぱり技術なんだな。代打一応取っとくか。代打になるかもしんないからねこいつ。悪球打ちはねちょっといらないかな俺的には。でやっぱ怪我しに来た取ろう。走塁もあれか、敏捷ポイント的には取っておいていいね。よし。で精神余りはこれもうしょうがないわ。しょうがない本当に。これであとどうするかって言われたらちょっとどうにもできないから適当にミート上げとこう。精神519とか余りすぎでしょ。ちょっとバランスが悪かったですけれども、そうだね、やっぱりアベレージヒッターとパワーヒッターっていうところが寂しいかな、その金色的なものとして。まあまあまあ、でも編成的にはね、かなりいい編成だと思うんで、ギブソンジュニアね、まあ、強いですね。やっぱりテーブルもいいですしコツもいいっていうところが、まあ、ちょっと癖のねあるキャラクターにはなりますけれども、もし確定で取ろうとすると確か石1000個以上使うんで、まあ、結構厳しいですけれども、まあ、持っていて、損はない1枚だと思います。というところで、まあ、もしかしたらね次ちょっとホムラちゃんを日野に変えて、ちょっと同じようなサクセスになっちゃうかもしれないんですけども、やろうかなと思ってます。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。